皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜歯科医院の沢村です。ヤフーニュースで、食事後に爪楊枝使っていますか？頻度や使い方は2000人調査、歯科医師の見解という記事がありました。飲食店のテーブルに置かれていたり、コンビニやスーパーでお弁当を購入した時の、箸袋の中に入っていて、私たちも日常で何気なく目にする爪楊枝。今回はこの爪楊枝についてお話したいと思います。まず楊枝というものは、楊柳、つまり柳の木の枝を材料として元は作っていたので、この葉と枝を取って楊枝というのだそうです。そして楊枝とはいろんな種類のものの総称なんです。そのうちの一つが爪楊枝なんです。漢字で書くと爪は爪と書きますが、どうして爪楊枝と言わないかご存知ですか？実はですね、爪という名詞と楊枝という名詞、つまり一般に名詞と名詞がくっついて新しい単語ができるとき、2つの名詞のうちの前の名詞の最後の音があ行になることが多いんです。例えば丸1、酒プラス樽は酒樽、丸2、雨プラスとは雨戸、丸3、稲プラス光は稲光、まあ稲妻と同じ意味なんですけどね、などが挙げられます。どうしてこのようなシステムになったかと言いますが、諸説ありますが、君がために、我がふるさとというように、がという助詞が使われている文章があるとしますよね。この、がは何々のを意味します。そして先ほど例に挙げた雨プラスとのように、名詞と名詞がプラスしてできた複合名詞の場合、プラス連結の表現を意味するのが何々のなんです。何々のががで発音することは先ほどお話ししたわけですけれども、がのあ音あ行の音にですね、引っ張られて属性を表す複合語となり、アメードではなくアマドとなったわけなんです。ですので、爪楊枝ではなく爪楊枝となるんです。そしてこの爪楊枝のですね、爪は、爪先、これも爪先とは言わず爪先と言いますよね。この爪先の代わりにですね、につかむものの意味で、爪先の代わりに、使うものの意味でですね、爪先や着物の袖の先の部分、それもね、爪って言うんですけど、そして刺身の友、皆さんもよくお目にすると思いますけど、大根などを千切りとか細切りにしてある爪、これにはですね、二つの、説がありまして、刺身の端の下の、一番下敷きに置かれているからという説と、メインとなる刺身のそばに置かれていることから、夫婦の関係に見立てて、刺身を夫、妻を、大根の切れ端を妻奥さんとする説があります。そして動詞のつまむなどと同じ語源で、ものの先端ということが元の意味なんです。次に、爪楊枝の役割について、皆さんもよくご存知かと思いますが、復習ということで、聞いてください。丸1、リンゴなどのフルーツを食べるとき、つまり食べ物を指すための食事道具としての役割と、丸2、歯と歯の間に挟まった食べかすを取り除くデンタルケア用品としての役割の2つです。外国、特にアメリカ等の外来語の英語ではですね、この2つの住み分けが明確に分けられておりまして、食事用具としての爪楊枝はコクテルっていうのはカクテルのことで、お酒のカクテルで楊枝に刺されたオリーブの実が入っていることよくありますよね。その他に、カクテルなんか飲むパーティーのオードブルに楊枝が刺されたりしますよね。そして次に、デンタルケア用品としての爪楊枝はトゥースピックと呼ばれておりまして、別々のもので、実は2種類存在するんです。日本ではですね、2つの爪楊枝が混同されてしまって現在に至っているのです。
まあ、どういうことかと申しますと、日本における爪楊枝の、まあ、歴史ということになってしまうんですけども、まあ、これは以前に歯ブラシの歴史でも少しお話ししましたけれども、歯ブラシの原型、歯の木と書いて歯木というものがありまして、それを生み出したのが仏教の祖であるお釈迦様と言われております。その歯木が中国に伝わりました。中国では歯木の原料となったニームの木がなかったため、柳の木の枝を使ったことからですね、先ほどお話した爪楊枝というのです。まあ、ですので爪楊枝とはもともと先が止まった、楊枝とはですね、もともと先が尖ったですね、爪楊枝のことではなくて、歯を手入れするための、木片、木のかけらのような感じだったんです。これが、まあ、522年の仏教の伝来とともにですね、日本に伝わり、当初は、お坊さんが、そして貴族の間で使われていたんですが、平安時代の末期頃から庶民にも広がったんです。江戸時代末期までは木の棒の先を、叩き潰してですね、房状にして、まあ、この部分が歯ブラシの原型と言われています。またですね、反対側の先を尖らせたもの、これがデンタルケア用品としての爪楊枝の原型と言われています。したものです。房楊枝って言うんですけど、房楊枝が使われていましたけど、明治時代となって西洋文化が流入、文明開化によってですね、房楊枝は歯ブラシと爪楊枝に分かれたんです。もちろん、西洋文化が入ってきたことによりですね、オードブルを食べる時やフルーツを食べる時に使うコクテルピックという概念や実物、まあ、実はこれがですね、今現在も使われている爪楊枝なのですが、もうですね、西洋から入ってきましたが、日本では今までお話した経緯、習慣から爪楊枝はあくまでもデンタルケア用品という認識が強い、高いんです。ではデンタルケア用品の爪楊枝、トゥースピックはどうなっているかというと、こうなってます。どういうことかというと、この爪楊枝の先がですね、こういうふうに見えますかね、こうかな、三角形になっていて、歯とですね、歯と歯の間っていうのはですね、ちょっと失礼します。歯と歯の間、ここですね、こういうとこ見てもらうと分かります。あ、折れてしまった。こういうふうに三角になっているんですよね。そこにですね、通常ある、コクテールピック、まあ、丸軸の爪楊枝、これをね、ここに入れると、無理に差し込もうとすると、歯の根元に大きなぐーっと力、負荷がかかって、歯茎の方向の奥側にですね、また、食べ物とか、詰まったものをですね、差し込んだり、爪楊枝を入れた、方向の奥側にも押し込む原因となって取りにくくなっちゃうんですよ。一方、先ほど、お話しした三角爪楊枝、実はですね、三角爪楊枝はこういうふうに何本かがこういうふうにセットになって、こういうふうにピッて割って使うようになってるんですけど、ですとですね、歯のところの隙間にですね、こういうふうにスーッと入りますので、まあ、スーッと入ってきますので、歯茎をね、傷つけたりとか、痛めることがないんですね。そういうわけで、食べ物のカスを奥に追い込むことも少ないんです。まあ、それだけではありません。歯や歯茎を傷つけないためにですね、あえてですね、こういうふうに、ペキッと、力がなくてもすぐ折れるように作られてるんです。まあ、そこでまとめてみますと、まあ、歴史の流れからですね、今現在、飲食店のテーブルに置かれていたり、コンビニ等のお弁当について来る箸袋に入っている、またご家庭でも、使う爪楊枝、まあ、さっきもおっしゃいましたが、形から丸軸爪楊枝はですね、食べ物を刺して食べるためのもので、歯の隙間を掃除するためもので掃除するためのものではないと。使うならこちらのデンタルトゥースピック、三角爪楊枝を
使用しましょうということなんです。しかし実際はなかなか売ってません。なんでなら三角爪楊枝は、歯茎や、歯を傷つけないよう折りやすく、先ほどもお話しましたけどもなっているため安全的ではあるんですが、日本では折りやすいものは品質の良くない粗悪なものとみなされですね、丈夫なものが良いとされる傾向があるんです。次に丸軸爪楊枝の方が、こちらの方はですね、普通の爪楊枝ですね、三角爪楊枝よりですね格段に安く、できて、コストが安くできて作りやすいわけなんですよね。で、私たちも安く買えるからなんです。また飲食店とかレストランのオープンの場で爪楊枝を使用している人を見ると見栄えが悪い不快であるというご意見や、爪楊枝を使用後2つに、折ってですね、先を、中に入れて、紙ナプキンでくるまないでそのままにしておいたりとか、口を拭いた紙ナプキンの中にそのまま入れておくと店員さんが、食器等を片付ける際に怪我をする時代も多いのです。ですので今まで話したように、まず、丸軸の、爪楊枝は口腔内清掃をするものではないということと、三角爪楊枝が手に入るのが難しいということと、爪楊枝自身が、そういった意味でもちょっとあまり、使わない方がいいんじゃないかという子も多いわけなので、そういうことで、爪楊枝ではなく楊枝は楊枝でもですね、糸楊枝を使ってみてはいかがでしょう。糸楊枝はフロス、デンタルフロスのことなんですけどもね、ホルダータイプのこういうものは個別包装になっても多くて、こういう感じでピッてすぐ出せますよね。そして個別包装になっているわけですから荷物としてもかさばりませんし、こういうリール系のもの、こういうのをこうやって手に取って巻かなきゃなんないんで、使ってて手をね、どうしても汚すしてしまうんですけど、汚す心配もありません。またですね、ゆっくりですね、ノコギリのようにですね、こういうふうに入れていけばですね、一見通りにくそうなところもですね、歯の間通りますし、歯茎をどこぎでこうにやりますので、歯茎を傷つけなかったりとか、食べ物ガスも奥に、押し込んでもどうしてもここに、引く運動もしますので出てきます。そうもちろんですね、公の場でではなくパウダールーム等で使っていただくといいんじゃないかと思います。以上、爪楊枝の話でした。お口と歯のことで何かお悩みの方は当院にご相談ください。連絡先は概要欄に記載しております。ご自分の歯、皆さんご自分の歯大切にされていますか？本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。